キュウリの種まきをします。おお、キュウリね。4月入ったします。はい。でミニトマトのソバージュ栽培用の種まきもします。うん。でオクラの種まきもします。いいね。はい。里芋を植え付けます。はい。自然薯を植え付けます。おお、来ましたね。インゲンとズッキーニと、青じそ、うん、これの苗をね今作ってるんで、うん、これも4月の中旬以降で植え付けていこうと思います。おお、なるほど。うん。こんにちは。どうも。桜が咲きました。ほぼそうね。ということは、はい、花粉症が終わります。終わります。よかった。いやいや、よかったね。ほんまホッとしてます。はい。そして今日は3回目。モデルナ打ってきました、モデルナ。うん。ファイザー、ファイザー、モデルナ。植え付ける？ほっとく？収穫するみたいな。今日収穫。ね。確かに。なんかわからんけど。だいぶ空いてたね。そうね。うん、もう3回目はもうええかって言う人もおるかもしれないね。うん、まあ、私そうだったもん。うん、ママももうええか言うてたけどな、うん、まあ、パパが念のために今回は受けとくかと、うん、いうことで受けましたけどね。セットで受けてきました。結構ね、ネットとかのツイッター見てるとさ、うん、あの、あれこのワクチンで死んだ人がおるとかさ、あー、後遺症とかね、いろんなのがな、うん、ワクチンの後遺症、うん、出てるけどさ、ね、そんなの気にせへんかったらええねん。大丈夫大丈夫。打ったことを忘れたらいいんだよね。そうそう、あの打ったような気がする、打ったような気がしたかな、分かんないな、うん、みたいな。でもまだ腕は痛いなみたいな。そう、全然俺もう忘れてこうやって思いっきりこなしてさ、テレビ見てて、あ、こっち注射打ったんや、あかんな。まあまあええわ。まあまあええわ。なんとか、まあ、どうなりましょう。うん、どうってことないよ。はい、うん、今日は、今日はですね、はい、4月に、うん、うちがやること。もう、はい。ごっつい自己中心的な動画。超自己中。うちがやることです。はい。なので、あの、皆さんがやるかやらんかはご自由にしてください。はいはいはい。うちがやることです。はい。で、まあ、うちはね、まあ、生産、販売、情報発信。うん。まあ、そういうことじゃな。まあ、そうね。うん。だから、生産、農業、ね、販売、八百屋さん。はい。で、情報発信、YouTube。まあ、こんな感じの3本柱で今やってるんですけど。はい。一応、まあ、YouTube はまあ普通にやってます、ね。はい。今後もやっていきます。で、販売がちょっと今不調で、まあ、いろんなところに投げてるんやけど、はい、まあ、返事待ちと、はい、ということなんで販売はあんまりやることない、はい、で、生産ですね。生産はちょっと頑張らないかんなと。頑張ろう頑張ろう。頑張らな飽きませんなーってやつやな。はい。あ、何それ。え、僕らもう頑張らな飽きませんなーみたいな。はいはい。ね、で4月のうちがやることとしては、はい、まあいろいろあるんですけど、まあまあ頑張らな飽きませんなーってことですな。ですな。はい。もうそのや、完璧、もう最近隠すのも、そう。諦めて、堂々と行きます。まあいいんじゃない？うん。やることとしては、まずは種まきね。はい。苗作りですね。うん。何の種をまくか。はい。まずは、キュウリの種まきをします。おお、キュウリね。4月入ったします。はい。で、ミニトマトのソバージュ栽培用の種まきもします。うん。で、オクラの種まきもします。いいね。はい。で、あとは、私の、輝かしい未来のためにいろんな、人生の種まきもしておきます。はい。残っちゃわからんけどな。残っちゃおう。うん。あとはあの4月1日になったらですね、とりあえずママに嘘をつきます。うん、そうだね。うん、絶対ママは毎回引っかかります。すぐにコロッと騙されます。で、ね、すごく怒られて、なんかちょっと険悪なムードになります。そうだね。はい、はい、ってことですな。覚えておきます。はいはいはい、って流しとくわ。まあこれ動画が上がるのは4月の今日27だよ。うん、27やろ。あ、まだ4月3、ん？ 30日か31日か1日かやね。そうか。うん、ということで、はい、まあ種まきをいろいろします。します、うん、まあね、まあ苗を買えばそれはそれでいいんですけど、うん、まあ、オクラなんかね1000粒ぐらい巻くんで。そうね。うん、もう苗買うのジャンクサインで、はい、自分で巻きます。はい。で、まあ、一つは種まきと、うん、次は植え付けですね、うん、いろんなものを植え付けます、うん、まずね、里芋を植え付けます。はい、ね、で里芋はちょっと種芋どうでしょう。ちょっとね、復活しました。要はね、ほらこれもあかんわ、カビ入ってた。あの、この土から出てる部分が、うん、今年寒くて凍ってしまったのよね、はいはいはい、で掘り起こしたら上はもう全部死んでて、うん、でカビ生えたからそれも捨てたんやけど、うん、その大丈夫やったやつを全部掘り起こして残してるんやけど、けどやっぱカビがね来るね。もうこれも任せてよね。うん、
なので、ねはい、とりあえずあのネットでこの里芋の種芋を、はい、50キロほど50キロね、うんはい、注文してそれ以外に、はい、またあの近くの種苗店にね、うん、4月に入ってからそうだ、ねうん、ちゃんとした遠の芋のエビ芋のな髄器が食べれるやつを買ってこようかな、うんはい、それを植え付けます。イエイ。ただ植え付ける時にですねうちはちょっと問題がありまして問題、うん、その植え付けるね畑に行くのにねあのうちの畑はダムの下にあるんですけど、はい、そのダムの上のところで永楽ダムっていうところで桜祭りやってるんです、うん、おお確かに、はい、なので、桜祭りやってると道がそう通行規制が引かれて、はい、畑へ行けなくなるんで、うん、去年まではそのおっさんとねここ入ったらあかんっていうおっさんと喧嘩しててずーっと、うん、畑あんねん入らせてよバーって文句言ってて、うん、それがあの今年通行許可証をもらいまして、はい、まあ去年の途中からですけどもらってあの喧嘩せずに済むんで、はい、一つあの里芋を植え付けるのにハードルが減りました。ストレスなくなりました。なよかったです。なんのこっちゃまあその、里芋の植え付けを4月上旬、はい、で4月の、中旬以降に自然薯を植え付けます。おお来ましたね。自然薯は今年は2000株ぐらいかな。うん、まあ、植え付けます、はい、あとインゲンとズッキーニと、青じそ、うん、これの苗をね今作ってるんで、うん、これも4月の中旬以降で植え付けていこうと思います。おなるほど、うん、で、まあ、インゲンは、まあ、数はあるけどあれはもう結構狭い場所やねあれね。あそんなにたくさんあの植え付けできんからね。うんでズッキーニも500平米ぐらいかな。うん、うん、まあでもズッキーニもね最近もう直売所で被るんでね、うん、そんなにたくさんはいかないそうだね、うん、今年は青じそでいこうかな。はい、青じそをまずハウスで一発目を植え付けて。おお、うん、半分空いてるでしょ。はい、で残りはレタスが終わったところのねレタスが終わったところにあほうれん草の終わったところもあるな。5月んだろうな、うん、そうね、まあ、その辺で、なんかかぶりそうだけど。そうだね、時期的にね。そうだね、うん、無理やり強制収容さすのか、うん、まあ、頑張って取って売るのかね、うん、5月は結構大変よ。そうね、うん、まあまあそれは後で言うけどね。はい、で、だから、青じそを植え付けるとそんな感じですな。はい、で青じそは今年100万円売るぞ頑張ろうプロジェクト。はい、青じそ100万円売るぞプロジェクト2回言うな、うん、何でもう1回言ったんだろう、はい、その、はい、動画を、定期的に上げていきます。はい、毎月今月は何万円売れました。おお、なるほど。6月は何万円売れました。面白いね。そういうのをやろうかなと思います、はい、で、まあ、そんな感じで、植え付けですね。はい、で、で収穫物がね5月はあの残りだけちょっとだけねあのへっぽこのこのキョロッチ自然薯が残ってるんで、はい、そこはちょっとねもう4月に入ってしまうけど、うん、掘ります。おそれぐらいかなですな。うん、でまあ5月入るとねいろいろ収穫物が出てくる。おやったー、うん、やっとうんやっとね。まずレタスやろ、うん、はい、で5月中ごとはレタスとあとほうれん草が多分5月ぐらいに出てくる。できる、うん、いけると思う、うん、あとスナックエンドウ。おー豆類ね。うん、それと薄いエンド、うん、うん、で6月にかかるかもしれへんけどズッキーニと、インゲン、うん、その辺が取れてくると思う、うん、インゲンもちょっと遅いかな、うん、いいね、うん、青じそもあの頭落とし作戦で。おそうだね、うん、ちょこれくらい入ってきたら頭プチってまた脇芽伸ばすためにね、うん、頭落とし作戦で収穫ができるかもしれないですね、うん、まあ、そんな感じかな。はい、うん、まあそれぐらいでうちは5月に入るとやっと収穫ができると。はい、4月は裸いと今年はね、はい、4月だね、うん、はい、レタスをねもうちょっとねちゃんとぬくめてね、うん、あのマルチ引いてとかトンネルかけてとかすると3月4月で取れたんやけど、うん、もう全く何もせんとそのまま植えたからね。そうだね、5月やからね、はい、うん、一応そんな感じですな。はい、でなんか虫が飛んでる飛び出すな虫もな、うん、そう虫も飛び出す4月かな。はいまあそんな感じで4月は、はい、植え付けをいろいろやっていくんですけど気候的には、うん、まだほら菜種梅雨って言ってさ、まあ、4月の頭もちょっと雨がね。あまだ雨降るか。うん、そのほんまの梅雨ほどしょっちゅう降れへんね。だけどまあ畑におしめりが来て、ああ、うん、雨降った作業できへんな、じゃあ次土作りすんのに乾いたらしようかな思って、うん、乾きかけたなと思った頃に降るみたいな。もう一回2、3日ごとにみたいな、うん、それでまあなかなか進まないよっていうのがあるんで、はいはい、その耕運作業をする場合はあの
今がチャンスっていうのをもう見たらその日にバッとやってしまわないと雨がねちょこ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 降るよね、うん、あとは4月の下旬までは結構遅霜がねおあってたまに最低気温4度ぐらいまでグッて下がったりする時もあるんでね来るんかいな来るゴールデンウィークまで入るともうほとんどないよねうん、そういうことなんでその辺を注意するぐらいかな。あとはね、まあ社会的な問題としてコロナやね、うん、まあ、今日は3回目のワクチン打ったっつうけど、はい、まあもうピーク、ね、第7波かは来ないかもしれん、ね、はい、来ないかもしれんけどまた来るかもしれん、うん、まだ誰にも分かんないからね、うん、でまあ来たところでもうそんなに強くないんじゃないかなって勝手には思ってるけど、はい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 、でもまだなんか強いことに起こるかもしれへんし、間違いなくあのテレビとかはアホみたいに騒ぎ出せる。そう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 。せやけどもうあれやよな、あの G7 やったっけ？そうよ。あのなんか首相のやつ会議な、うん、誰もマスクしてなかったから。そうよ。だからヨーロッパはもうマスクなんか誰もしてないんじゃないの？そうな、うん。まあうちはねほんまやったらもう花粉症終わったからもう俺はマスクはない、うん、生活なんやけど、はい、まあマスクがすんの嫌やったら畑に行ってね。畑で俺マスクなんかしたことはないからね、あの花粉症の時以外はね、うん、だそれでいいと思いますね、はい、うん、で、だからうちはあの生産はそんな風に頑張ると、はい、で販売はお返事待ちと、お返事待ちで、情報発信 YouTube 以外にですね、ちょっと4月からためにならない農業塾というのをやろうかと思います、はい、でそれについてはですね、おまた明日か明後日に動画を改めて上げたいと思います。うん、改めて、はい。まあ今日はそんなところかな。なるほど。はい。ということでね、4月にうちがやること。うちがやることね。皆さんはそれに真似をしてやるかやらんかはお任せしますが。お任せされちゃった。はい。基本、自然薯以外で植え付ける里芋、インゲン、ズッキーニ、青じそは横着栽培です。はい。ああ、なるほど、なるほど。植え付ける、ほっとく、収穫する。はい。まあ、あと、キュウリ、ミニトマトは、種まきをして、苗を作るんですが、そこはね、ちょっと支柱立てたりとか、まあ、ちょっとね。まあ、多少はせなあかんね。はい、まあ、めんどくさいけどね。うん、で、オクラは、植え付ける、ほっとく、収穫する。アブラムシさえ湧かなければ。去年ちょっとしんど、大変だったよね。アブラムシだいぶ湧いたね。ねえ。まあ、その辺はね。そこがね、どう。アブラムシはさ、化成肥料いっぱい入れてると湧くとか言う人もおるんやけど、確かにそれもあるんやけど、はい、そうじゃなくても天候とか気候とかなんかその雰囲気で湧いたりね。雰囲気で、うん、その年の、あの、虫具合。はい、虫具合。虫具合。はい。で湧いたりしますな。はい、うん。虫頑張るぞーみたいな。そう。湧けへん時は全く湧けへんって確かにね。けどね、うん。うん。去年、一昨年は湧いたな。そう、湧いた。なもう今年いけるかもしれんね。知らん。もうええんちゃうん。知らん。そらアブラムシに言うてこい。もうええんちゃうん、お前。もう来んなや。もう、出てくんなって。そうそうそう。はい、ママが言うたら出てこいよ。そうそうそう。っていうことですな。はい。はい。ということで、はい、4月も家庭菜園や、あと農業や、いろいろ。頑張るぞ。おー、それでは皆さん、さようなら。